はい、始まりました、ハイチのダラダラジオ。今週のテーマが真面目はバカを見るのかっていうテーマで話していこうと思います。で、今の時間が15日の3時11分です。はい、PM じゃないですよ、 AM です。朝ですね、早起きですねって言いたいとこなんですけど、違うんです、寝てないんです、まだ。これから寝るんですけど、今日ですね、今日というか、まあ土曜日に、コラボ撮影をしてきまして、でそれで行ってきて、今終電で帰ってきたんですよ。でうちのね、終電は午前1時30分着の電車があって、でそれで帰ってきて、今2時ぐらいにね、家着いて、新幹線じゃない、シャワーを浴びてまったりして今動画撮ってるっていう感じ。ごめんね、みんなには全然関係ないことなんだけど。でちなみにそのコラボっていうのがね、多分たくさんの方が知ってらっしゃると思うんですけど、謎解きクリエイターの松丸亮吾くんです。そう、松丸さんとねコラボさせてもらう、対談してきたんですけど、ちょっと、まあ、これからね結構ねボリューミーな動画になったから、編集ちょっと時間かかると思うんだけど、そのうち対談投稿するんでね、ぜひ見て。手前味噌だけどめちゃくちゃいい話だから、そう、ハードルを上げてもそれを超えられる自信がある。ぜひね、また告知するからね。でまあちょっとね、松丸さんはね、もうまあちょっとそれはまた後で話すわ、今度。もうめちゃくちゃ、もう今までで一番幸せなコラボだった、楽しかったし。でな、もうちょっとね、ちょっとだけ話したいんだけど、すごい似てるって、でもね、松丸さんも言ってくれてたから、あえて似てるって言葉を使わせてもらおうかな。すごく似てる、多分性質、性格とかっていう部分も似ているし、行動パターンとか、その今までの経験してきたこととかも、もちろんね、松丸さんはすごいテレビで活躍されてる方だから、そういった意味ではそこは違うんだけれど、もうめちゃくちゃ波長があってね、YouTube 始めてから出会った人の中で一番話しやすい人だった。一番もう、そう、大好きっていうね。そう、なんかすごい松丸くんにも、もう友達になってくださいって言ってくれるぐらい、しかもそれから冗談で言ってるとかじゃなくて、本気で言ってくれてるんだなっていうのが伝わってくる。もう俺も、もうぜひぜひみたいな、ちょっとまたごめん、熱くなっちゃった。これはまた別で話すね。で今回はそのコラボ撮影に行く電車の中でちょっと起こったエピソードを元にちょっと話したいんだけど、今回ね、ごめん、不快になる方もいるかも、俺の話。だからなんか聞くタイミング、まあ簡単に言うと、すげえ嫌な客がいたよっていう話なの。そうだから、ちょっとそういう話嫌だなって思う方もいると思うから、そういう方ちょっとここでブラウザバックして切っちゃってもらって構わないからね。でね、何かっていうと、まあ電車乗ってたわけですよ。で今日は行く場所が新幹線ちょっと使えないルートだったんで、普通に今鈍行で行ったんですけど、関東の今自分が乗ってるねやつは湘南新宿ラインっていう、ちょっとごめんなさい、関東じゃない方分かんないと思うんですけど、湘南新宿ラインっていう電車があって、その鈍行なんですけどグリーン車がついてるんですよ。プラス800円払うとグリーン車乗れるっていう。で俺2時間ぐらい今日電車乗るから、ちょっとねそこで仕事したかったんで、もうそれに乗ったの、800円払ってね。でさ、結構こう俺が乗ってた場所は、まあ、もちろん自由席なんだけれど、6人かな、全部です、嘘つけ、ごめん、12人だ、 2×6 だから10人だね、座れる場所だったの、全部全員が。であるね、おじさんは3人が途中から乗ってこられたんですよ、まあ、多分出張帰りなのかな。で、まあ、まずね、何がっていうのが、もう、まあ、一つはマスクをせずに大声で喋ってたことがまず気になったんですよ。ごめんなさいね、まあ、今こういうさ、今コロナがすごいねまた増え始めてるご時世で、まあ、俺もコラボ動画撮りに行ってるし、移動してるからさ、もうまあちょっと俺が言えたことではないのかもしれないけれど、まずそのマスクをせずに大声で喋って、何かを食べてるとかならまだまあまあまあそれでも良くないと思うけど、でも普通にさ話してる。で、まあ、俺電車のその閉鎖的な空間で大声で喋ってること自体も俺ってあんま好きじゃなくて、おかしくねって思っちゃうのよ。でまずそれが1個引っかかった。でもう1個は、
話してる、まあ、当然聞こえてくるじゃん、話してる内容がさ結構ゲスくて、不快になる内容だ。途中から俺だってもうイヤホンしたもんね、音楽でごまかそうと思って。音楽で結構な音量で聞いてても聞こえてくるみたいな。で俺も結構な音量で聞くとさ、音漏れするから、それは逆に迷惑じゃんか周りに。だからもういいわと思って、最終的にはイヤホン外して普通にもういいやって気にせず、なんか聞こえてくるけど仕事するみたいな、そう原稿みたいな書いてて俺が。そうね、その下水話もちょっと言えないのもあるんだけど、だ一個は あるそのおじさまがさ、多分その人のお母さんが年齢がもう結構90歳ぐらいで話したのよ。でまず許せなかった発言が、もうちょっとで死ぬからっていうことを言ったんよね、実の親のことを。でなんかそっからなんだっけな、なんか溜め込んだお金がどうのこうの、財産分与的な話をしてて、まあさ分からない、その人の人生の中でもしかしたらその母親からすごい虐げられていてとかね、そこまで聞いたら、まあ、そう思ってもしゃあないよなっていうふうに俺が思うかもしれない、もしかしたら。裏を知らない状態で俺がこうやって語るのもまあお門違いかもしれないけど、許してちょっと今回は。そう、いやいやいや、死んだらとか言ってんじゃねえよって思ったわけ、でね、今回さ、まあ真面目がねバカを見るのかみたいな話をしたんだけども、例えば何かのルールを真面目に守ってる人とか、まあ、真面目にコツコツ生きてる人とかがこうバカを見るというか、ふざけてる方が得をしてる時瞬間って何かしてあったりするじゃんか。まあなんだろう、まあ、今はあんま多くないのかもしれないけど、例えば教室で真面目に勉強している人がけなされて、おちゃらけてふざけてるやつが評価されるみたいな、おかしいじゃんでしょでまあ多分そういうのを今まで経験したことがあったりとか、こうこれから感じる方もいるかもしれないんだけど、ごめんね、俺それに関してはすごい言いたいことがあって、まあ、確かにそこだけ切り取ったらね、真面目に生きていることがバカバカしくなるかもしれないよ、もしかしたらそう思う瞬間があるかもしれない。でもね、忘れないでほしいのが、真面目に生きているあなたを見てくれてる人はいるから、ちゃんといるんだって。でも全員が全員そういう生き方をしてるわけじゃないから、全員に100人いたら100人があなたが真面目なあなたが素晴らしいっていう人じゃないよっていう、そう、だけどもあなたのことをきっちり見てくれて、ね、ちゃんと評価してくれる。俺がもしそこにいたら、真面目に頑張ってる君を俺はもう 100% 応援するよ、だからそういう人間もいるっていうことを忘れないでほしいの。どうしてもさ、まあ妬みかやっかみかっていうのの似た感情が出てくると視野が狭くなるから、なんかま自分が真面目に生きてるのがアホらしいみたいななるかもしれないんだけれど、それをちょっとなんかすごい伝えたくなった。そう、なんか何なんだよと思ってねでさ、そうちょっと最後ごめん、ちょっと愚痴の回になっちゃって申し訳ないんだけど、でもねこれ、まあ、愚痴かつみんなに覚えてほしいことがあって、例えばさ、まあ一人でいるときってそうじゃないけど、人ってつるむと、集団になるとさ気が大きくなるんだよ。だからそういうちょっとこうふざけた発言とか言っちゃったりするわけよね。でそのおじさま3人さ、まあ、出張帰りって言ったじゃん、なんか袋持っててさ、多分それ企業、自分の企業の袋なんよね。だからさ俺企業わかるんよ。だからその人がなんていう会社、結構有名な会社だったんだけど、なんとかっていう会社の人なわけよ。わかんない、もしかしたらちょっと違った、違うかもしれないけどね、でも多分そうな、そうだから、そのみんなもさ、これから生きていく中で、もちろん今学生っていうだけかもしれないけれども、いつか何かに所属するわけよ。仕事するとかわかんないけど、サークルとか大学とかもわからないけど、で何かしらの看板を持つことになるわけ。わかるかな、例えばどこどこ高校に行ってる子がいたとしたら、あなたが例えば電車の中ですごいふざけたことというか変なことをやってしまって、もしそれがカバンとか制服でどこどこ高校って分かったら、どこどこ高校全体のはこういう人なんだっていうのを撒き散らしてるのと同じなんだよ。もしかしたらそんな知らねえよって思う方もいるかもしれんけど、でもこれを聞いてくれてる方はそんなことないと思ってる。だからみんなが、
看板を持って生きてるんだって、まあ、そんな別にさ看板持ってるからちゃんとしなきゃちゃんとしなきゃうわーって潰れちゃうのは良くないからそれは違うんだけれど、なんかそういう意識はどっかで持っててほしいなってすごく思っているのね。そうそうそう。だけどまあまあそれはまあおまけでいい、今回の話はおまけでいいから、メインで言いたかったのは、真面目に生きるっていうのは時に損をしているように見えるかもしれないけれど、ちゃんと見てくれる人は見てくれてるし、そこを評価してくれる人は評価してくれるから、っていうのは忘れないでねって思ったの、受験勉強とかするとさ、割と自分が真面目にコツコツ頑張っている時にそういう場面に遭遇すると結構ポキって言っちゃう人もいるんだよね。あ、真面目な自分ダメなんだ、アホなんだみたいな、もったいないんだみたいな、そんなことねえぞっていうのは伝えたかったので、今回ねこの話をさせていただきました。はい、ということで以上でございます。いやー、まあ、冒頭で話しましたけどね、まあ、松丸くんの話はまたどっから話しますわ動画も楽しみにしておいて。ではでは、今週のダラダラジオは以上でございます。まあ、また来週ね、何か喋っていきますので、よかったらそちらも聞いてみてください。そして、来週のダラダラジオの後ぐらいかな、あの日曜か、生放送で多分重大発表がオープンできます。そう、ダラダラジオはちょっと言えないと思うんだけど、まだそう多分ね、生放送の時にあの重大発表ができると思いますので、皆さん、あのみんなの持ってる拡散力をぜひちょっと、もうその後半年ぐらい俺のこと拡散しなくてもいいから今回のこの発表だけはぜひみんなの拡散力を貸してください。よろしくお願いします。ではまた来週でお会いしましょう。それじゃあ今回のダラダラジオは以上で、今回のダラダラジオは以上でございます。また来週。さっき言ったなまあいいか、ごめん、ちょっと3時20分ぐらいになっちゃったからちょっと頭回ってなかった申し訳ない。じゃあまた来週ね、お会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。